ヘイブン、今日は体の部分をちょっと測ってみたいと思います。で、まあ、結構質問あったんですよね。腕は何センチとか、ウエスト何センチですかとかって、ね、で、今冬だから結構普段より体脂肪率多いです。でも測ってみましょう。じゃあまず腕の大きさ、ちょっと難しいけど、まあ、フレックスした状態で、難しい、だいたい37センチで、肩の幅、まあ、こうやって体に肩の一番大きい部分に巻いて測れて、まあ、聞いたから肩幅は120センチ、okay. で、バスト97センチ、まあちょっと余裕あるけど97、98センチくらい。 Alright, ウエスト、おへそのよりちょっと上の部分で、74.5 です。下半身はまた今度やります。で、さっきのメジャーメントが今1年ちょっとやった筋トレの結果です。多分この1年が終わって2年目はもっともっと大きくなってると思います。まあだといいんですけどね。で、みんなもね、やっぱり体重計ばっかりにとらわれずに、やっぱり測った方が正確です。で、体重が全然減ってないと思っても、もしかしてそれは筋肉の量が増えてるから、同時に増えてるからっていう理由もあるかもしれません。だから体重が減ってないなと思っても体が引き締まってたりする場合が本当に多いです。だからみんなも測ってみよう。 Alright, my name is Shu and you've been watching King King. でも行く前に